おいすーこんにちは、めいです。今回は学園ウルカ使って裏トーク中やっていこうかなと思います。クリスマスカーリーとね、組み合わせてあげるのがいいんじゃないかなっていった感じです。やっていきましょう。でもファセットかエンハンス全然かかんないかもな。あ、ウルカ一応1個持ってんのか。3個しかないからな。いや2個かファセットやばいな。壊滅するな、ファセットのスキル。でもここに闇がない時点で、ちょっと倍率がもう出ないんですけどね。まあでもこれだけで押せるかな。なんかいけなくもないみたいな。やっぱね、欠損がね痛いんだよね。本当に欠損さえしなければ強いんだけど、やっぱディアブロスとの底がね分かれ目ですよね。あ、これ貴族性決めてないね。いや、やっぱね、純粋なコンボパノが使いやすいんだよね。とりあえず欠損しないように。カーリーはもうファセットとして使うというよりは普通にこの辺で欠損はしてない。もしかしてしてなさげだね、これ。操作時間10秒か。欠損してないんだったら、まあ、いやー、これ繋がりすぎだな。まあいっか。色決めつつ8コンボだからね。初めて倍率出たけど今。まあ倍率が出れば強いな。そういえばあれだ、激減とか持ってきてなさげだから、ちょっとゴエさんとかきついかもしんない。やばいな、ゴエさんの対策してないな。ヘラとかゴエとかの対策が、まあなんとかなるか。あ、回復決めなきゃいけないんだ。あ、決まってたか。オッケーオッケー。火力はまあ76にしてはいい倍率出すんで。光はめんどくさいんだよね。とりあえずは、これで倍率は、おお、 OKOKOK。 落ち込んのおかげで青手を使わずに、なんとか激減を貯めれて、なおかつ五右衛門が出ないっていうようなことになれば、まあなんとかなるかなって感じですね。お邪魔は処理していきたいね。結構短いな、76で。この秒数は。前職パだからね、スキルチャージ持ちのウルカとか、あの辺も結構アシストじゃねえわ、サブとして有効に活躍するんじゃないかなって思います。あの水戻してあげればよかったかな。 OK、 倒すことはできると思う。最近パーティーが一緒ですねって言われるんですけど、まあしゃあないんだよな。ちょっとね、裏と屋上行くにあたってね、もうこの子たち必須なんだよね、この2体、特に右の。ここは毒弾けるから欠損だけしないでほしい。ありそう。ただ、木が遠いですね。木がな、これ木忘れずに決めれるかな。いやー、ちょっとコンボ数がへっぽこ。まあ色決めただけで OK。 うん、いい感じだね。特に削りきれないってことはないし、追加攻撃は組まなくてもいいね。ドックドロップあるから多分、うん、欠損はしたけどね。闇カーリーわざわざ打つほどでもないし、打てないし。おお、ずれてる。やばい、パズルグダった。完全にパズルグだったし、お邪魔残してしまった。こいつ別にお邪魔残したらうんぬんかんぬんとかなんだ。でもお邪魔はね、ちょっと申し訳ないけど消せる個数で残してないんだよね。久しぶりに76使うな、今思えば。今まで結構65でいけるパーティーが多くなってきたから、裏闘技場も76は久しぶり。
これ別にずっとそれやってくるんだね。ちょっとどうしても毒に変えたいみたいだけど、ちょっと悪いんだけど毒に変わらないんだ、そのドロップ。欠損しないようにね、できるだけ色は消してあげた方がいいかな。光が一応いらないんだよね。まあパーティー的にはいるんだけど、倍率的にはいらないから、光は多めに消してあげるようにした方が、まあ、倍率を出す分にはいいかな。闇が欠損していく。なんかやたらめったら欠損するな。狩り撃とうか。ここは結構ね、こいつは強いんだよね。全然油断できないんで、狩り撃っていきましょう。ウルカをね、いつ使うかっていうの、まあここで使ってもいい感あるんだけどね、属性吸収だし。全色変換でかつあれなんで、どこで使うかな。運命の三振では結構使われそうな気がする、今後。うん、いいね。運命の三振はあのマキナ戦がね、どうしてもめんどくさいからね、あそこをどうにかするために使うっていうケースは今後出てきそうな気がするな。ちょっとやばい、76やばいな、本当にヘッポコだな今。うん、軽減持ってたらもっと強かったんだけどね、ウルカさんも。あ、軽減は持ってるのか。カーリーが持ってないんだ。カーリーが持ってたらなおすよかったんだよ。ダブル軽減やっぱり欲しいなって。この HP でダブル軽減あったらね、めちゃくちゃ強いんですけどね。まあちょっとそこはさすがにって感じですね。まあ、カーリーは全捨て上げてくれてるんで、まあ、全然優秀ですけど、回復力も高いし、倒しちゃうね。1個しかない属性なんかないかな。とりあえず回復、あ、待って、水、あー、さよなら。うん、おつく、くそ、水はダメだったな、2人いたな。うん、軽減張りたかった。だったら色はありそうですね。回復力は結構追いつけるかなって思うんですけど、うん、結構追いつくね。あとは封刃が5か。リュージョンイデアル。うわー、あえてのそこ、あえてのそこか。一番めんどくせえんだけど、いやーちょっとね、さ、イデアルだったら全然良かったのになって思うんですけどね。めっちゃ落ち込んくるな。ほんで耐えるしかないな、もうどうしようもないもん。まあ、とりあえずもう水が多いんで、倍率出しても、まあというか HP 多いから多分大丈夫だろうな。ネジエなんたら食らっても水降ってきてね。ちょっと水が少なかったけど、何を変えた今。カーリー打っていこう。もう全色あってくれよ。どう決めてあげよう。これあー、水遠いよ。とりあえず倒せればよい。で、五右衛門が出たらお疲れ様でしたって感じで、ちょっとその対策してないんで今回完全に忘れてましたね。オッケーオッケーオッケー。で、あとは覚醒無効が来ずにヘラ階層まで行ければめっちゃ強いんだけど、こいつどうしよう。一旦殴るけど、待って、日がねえ。なぜ欠損するんだ。あー、ちょっといっぱい繋がっちゃったし、なんか引き決まってないし、左の引き振ってきてほしかったな。ルーレット、まあ、される分にはいいか。とりあえずね、これでどこまで削れるかな。神キラーはちょっとないかもしれないんだけど、あー、でも結構いくね。アースプロテクトで花火、ルーレットスタート。遅延打っちゃってもいいんだけどね。
沈着のアレキサンドライト溜まってる。これ前職決めなきゃいけないんだよね。やべえ、ちょっとぐだってる、ぐだってるやつだなこれ。前職ではないか。ちょっといろいろぐだったな。うまくいかなかった、まあ、とりあえず回復最優先でルーレットが終わるそのタイミングで突破できたらいいかなって思うんですけど、うわー、ちょどうしようどうしよう、ルーレットが大変、ルーレット対策本当に頼む、そろそろ頼む。39,974耐えればいいね。お邪魔でしょう。回復をとりあえず決めてあげて、回復3個持ち上げます。で、あ、ちょっとミスったぞ、あっこちょっとミスったな、ちょっとミスったな、あっこちょっとミスった。とりあえず回復をね、もういったんで、回復を持ってあげよう。難しいな。で、ロック目覚めなんだけど、こっからなんだよね、こっから。ここは決めたいな、色。せっかくだから。ここは決めたい。ちょいね。オッケーオッケー、ナイス。ん、惜しい。ここはしっかり決めていこう。色あるかな？ありそうだよね。お邪魔も3個で消せる個数だけど。まあ、こんなもんでいいか。オッケー、とりあえずノア突破で、次なんだっけ、次が覚醒無効だのなんだのあいつだね、ラグウェルとか。オッケーオッケー、覚醒無効は来なかった。これ激減をね、ヘラ階層まで持っていってあげたい。なんとかお願いします。お邪魔消しとく。多分ワンパンは確定でいける。アレキサンドライトは溜まったけど、カーグ土追加攻撃がねえな。カーリーオールドロップソン、こ、いや、ドラクリスト出なかったし、もうなんか使い道としたら光吸収してくるヘラベオークだっけあいつ。でもヘラベオークって無効してくるよね確か。結局でも耐えなきゃいけないんだけど、向こうはでも無理か。あいつ99ターンぐらい向こうするよね。まあ、吸収どうしよっかな。イデアル一発。でも沈着は取っておきたいし、サマスは、あれだもんな。次の、ね、橋姫とかに取っておきたい。こっちも溜まりそうだけど。でもね、一旦耐えると、2万何歩だったな、こいつの攻撃力が確か。2万何歩で毒生成でみたいな、落ち込んで死ぬ未来が結構見えちゃう。アマツもいらないけど欠損しちゃうし、イデアルどうしよっかな。一発イデアルかな。ここうわー迷う。一発イデアル打つか。一発イデアル打ちます。で、気持ち貯めようか。一旦貯めて、まあここで、はい。で、とりあえずはもう決めちゃって、決めて倒して、まあ、全力コンボでいいよね、次。次あれだもんね、ダダダダが来ると、
先生声聞きちゃうから。とりあえず倒します。欠損はしてないね。何がいいんだろう次。もう何がいいかわかんねえな、ここは。橋姫、橋姫です。エンハンス必須かな。属性吸収してるよこいつ。でもサマースを使わなきゃいけないからダメだ。とりあえずサマソ、サマソって一旦は待たなきゃいけないから、光ドロップがたくさんいるだろうな。多分火力ソースとなってくるのが光だと思うから、いらない色がといってもあんまりあるわけではなく、闇はねあんまないんだよね実際パーティーの中に。待ちにしちゃった。光が2セットか。これで全力で殴ったところでって感じだよね多分。色は一応あるよね。全力で殴ってもね削りきれないんだよね、おそらく。倍率的にもバランスキラー入んないし、もうエンハンス案件かな。ボランの数袋いらねえ。後で撃っとこ。一発殴ってみるけど絶対無理だと思うんだよね。もうちょっとコンボ決めてあげたかった。うん、本当に全然入んない。色は一応あるかな。光2セットと火水木闇光回復あるので、もうこれは沈着のアレキサンドライト使うしかないかな。これ待って、小賢しいよね。 OK、 小賢しい、小賢しいだと思った。そっちが優先だね、発狂より。あぶねえ、やっぱこいつ本当に硬えな。とりあえず突破する。ハートドロップ頼む。6個残しといて、盤面に6個残しといて。うーん、すごい落ち込む。それさっき来てくれ。6個はあるな。何が出るかによる。毒耐性 100%、闇にして突破なんだけど、ね、不屈のダイヤモンド2レイが2個って、だって 1.6 倍しかかかんないからね。普通に気が遠い。どこまで削れるかな。うん、あ、落ち込んがすごい。これちょっとやばい。今発狂ゾーンで止まるのだけはやめてほしい。わあ素晴らしい。待って、あれ撃ってない。ヘラ待って、一発で倒すとは思ってなかった。オッケー、セーフ。こいつはアブソリュートゼロだよね、一発目は。とりあえずアブソリュートゼロだから軽減貼れば耐えれるし、なんなら遅延効くし。アブソリュートゼロ全然受けていいんだけど、はい。なんか色が決まってない。決まった。あー、アイスコフィンなんだ。最初それなんだ。弱っ。封じいらね。不屈のダイヤモンドいる？いるかこれ。まあいいや、とりあえず色はあるからね。色はいらないんだけどこの盤面で。とりあえず、はい。でメタトロンまで来れたのはいいんだけど、エンハンスなしでやつを削り取れるか否かだ。
覚醒向こうと光メタトロンだったら闇メタか。神攻撃、ボライナ。まあ最悪削りきれなかった場合はイデアルだね。どうかな、イデアルの火力でうまいこと。お、いいね、落ち込んないっす。あー、とりあえずね、変わっちゃったけど。暗闇か、一旦暗闇か。イデアル撃ったろうかな。でもイデアル撃って万が一にも次欠損したら大変なことになるからな。これ 1.6 倍で多分倒せそうな気がする。ずっと暗闇だよね、多分。何かしらどっかを暗闇って感じな気がするから、耐えれなくはないと思うけど、まあイデアル撃っとこう。こいつ光半減してんのか、それはめんどくせえ。うん、闇が多分いらなくなるから、とりあえずその右ドロップ見えねえ。お、いいね、光の量が悪くない。色は、うわ、火遠いな。発狂しないよね、コードパターンも変わっちゃってるから。多分わざわざ沈着のアレキサンドラ、不屈のダイヤモンドか、ここで使う必要はないかもしんないから、火持って、あー、これちょっとごめん、繋がった。うん、ナイスナイスナイス、いいよ、落ち込ん、いい、倒せるんじゃないの。オッケーオッケーオッケー、闇カーリーがいいな。マジで闇カーリー。本当に闇カーリー。本当に。オッケー。多分、これ貼ってれば一旦は耐えれる。一旦は耐えれるから。これ打って、もう普通のダイヤモンド打って、もうこのね、1.6 倍のエンハンス。だよね。1.6 倍だよね。1.6 倍にかけるしかねえ。とりあえず安全ゾーンまで、安泰のあれまで行ってほしいね。どこまでいけるかな。ドラゴンキラー刺さるから結構ワンチャンあるんじゃないかな。ああ、いいね、いけるいけるいける。ただちょっと怖いんだよな、今闇だからこんだけ削れたっていうのがあって、一回待と、一回待って、マジで色決まんなくていいからね。暗闇か、めんどくさいな。前職はあるんだけど、それで、これね、光がそういう感じね。うわー、ちょっと待ってよ、闇とかどっか、これで倒してくれ、行ってくれ。オッケーオッケーオッケー、いいね。やっぱまあ76だからっていうのもあるけど、強いっちゃ強いね。はい、ワンパンはどうだろう。もう闇ピーかニジピーの 2V1 なんだけど。お、いいね、落ち込んがすごい。これはいける、いけるいけるいける、ナイス。ニジピー頼む、よーし、ナイス、いけたー。一発でいけたのマジで嬉しい。助かったー。ということで今回は、ウルカとヒカーリ、クリスマスカーリを組み合わせて裏闘技場行ってみました。まあ使いやすいけど、やっぱりね、欠損に弱いからね、どうしても。結局ディアブロでいいんじゃない仮説が出てくるんだよね。まあバランスタイプだからキラー振り分けができるっていうのは強いと思います。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。